はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日もやっていきましょう。ポケットモンスターサン&ムーンシングルレーティング、今日もスペシャルな内容でお送りしたいと思います。というのは、前回のメガクチートに続いてこちらのポケモンの紹介です。メガスピアー、メガスピアナイトが昨日の大会の商品として、トレーナーに渡ったんで、これはもうやらなきゃいけない、メガスピア使わなきゃいけないということで、使っていきたいと思います。僕ね、正直第7世代のメガスピアってめちゃめちゃ強化されてるんで、個体数バリ増えると思ってるんですけど、どうですかね。まず一番の強化点として、今作ってメガ進化したら、メガ進化したターンでもメガ進化後の素早さが適用されるっていうルールが追加されたじゃないですか。なのでその恩恵を一番受けるのこいつなんですよ。確かね、S145 速っていうベラボーに速いところから殴りかかれるので、まずそれがすごい。つまりそれをやったことによって、今まで守るが絶対に必要だったんですけど、その守るのスペースが1個空いたので、とどめ張りが入れることができるようになったと。で、このとどめ張りもですね、威力が確か前作が20とかだったんですけど、50ぐらいまで上がったので、まあなかなか持てる範囲が広がった、打てる範囲も広がったんで、かなり強化されてるんじゃないかなと。ましてや毒好きとか刺さるタイミング増えましたからね。いや、楽しみですね。はい。で、そのメガスピアと、協力してくれるパートナーがこいつです。レベ1コゴドラ。そりゃそうでしょ。ステロ巻いて、ガムシャラ撃てるポケモンなんてこいつが最強だと僕は思ってるんで、あのココドラ抜けにメタモンのあのココドラですね。で、こいつで要は、相手の HP をステロ巻いて、ガムシャラで1にして、で、とどめ張り撃って全抜きしていくっていう、そういうパーティーでいきたいと思います。まあ、残りのポケモンは、まあ、それがうまくいかなかった時用の、なんかパーティーみたいな感じで、まあ、メガスピアを完全に活かしていく、そんなパーティーになってますんで、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いいたします。クソカギがいるな。はぁ、まだいるんだな、クソカギを使うトレーナーが。そうだね、クソカギか。いや、でもそれ以外だったらまあなんかいい感じに起点になりそう感あるんですけど、割といけそうじゃない？で、あー、でもまぁちょっと苦しいかな。こうするしかない。特殊メガルカリオだと割と積みかねないかなとも思うが、でもまぁこの選出が一番セオリーかなと思うね。対戦お願いします。ちょっと厳しいかもしれないですが。まぁでも、可能性としては多分一番あるんじゃないかなっていう、そんな感じはしますよ。さあ、とりあえず相手の所定。まあ、クソカギか、はたまた。まあ、連続技の使い手がいない分、ありがたいですけど。どうなんでしょう。さあ、クソカギ。何カギかな？何カギなのかな？君は。このレベ1ココドラの前に何をしに来た？まさかレベ1ココドラに、威張るなんてこと、しないで、身が割るほう。身が割っちゃっていいんですか？レベ1ココドラくんが何もできないとでも思い出？思い出？これ何してくんだろうね。身代わりで、食べ残しで毒身が？本当に？本当にクソガキか？お前、マジで。まさか、ガチのクソガキじゃねえだろうな、本当に。割と俺冗談半分で言ったんだけど、ま、死滅してねえのか、まだお前。第7世代、まだ。いたずら心の弱体化があったにもかかわらず。しかもこれシングルフリーですからね。はーん、当たりませんよ、そんなもの。じゃあの、まあ、クソカギは何言われても仕方ないですからね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけクソカギは何言われても仕方ないっていうのは俺の持論なんですけど、まあ頑張りますか。で、アシレーヌが悪事持ってるか持ってないかが一つ大事なポイントなのかな。で、まあ、あとはアシレーヌ引っ込めて、ほう、クレッフィー出す。ほう。なるほど。クレッフィーでとりあえずこのレベ1ココドラを突破しようと、そういう手段ですか。まあ、そうはさせませんけど、みたいな。はい。さあ、これで、とりあえず、こうなると、相手ここ身代わり張れないんで、まあ、威張る一択だと思うんで、いや、吠えるか。もうだって威張られちゃったら、こっちからしても完全に運ゲーだし、どうしようもないですからね。やらざるを得ないですよね。クレフィバル、当たらない。残念でしたかわいそうだよな。なんか、私関係ないのになって思ってるんでしょうね、アシレンちゃん。私なんでこんなことになってるのかしら、みたいな。こ
これどうすんのかね、まだ引いてくるのかね。これちょっと悩みどころですよね。ここでもまあ、いやー、それでもなんかでも引いてきそうな感じあるんだよな。もう何が何でも威張る入れてくるんじゃない。歌方のアリア、オッケー。歌方のアリアだったらオッケーですね。オッケーオッケーオッケー。これは、ありがたい。よし。さあ、果たしてレベル1ココドラ何体吹っ飛んだのか。頑丈で、持ちこたえて。さあ、持ち物発動！清見ジュース !HP を20回復するぜ。そして、ガムシャラ相手の HP は12。さあ、果たして何をする？これ何しようかな？このターン何しようかな？このターンもやることほぼほぼ何もないんだが。でも完全に起点はできてるんですよね。起点できてるから、余計なことしない方が多分一番良くって、余計なことしないってなったら、多分ガムシャラ打ってくのが一番いいのかなって感じはしますけどね。歌方のアリア、確実に HP1 にして、まあ、悪事あったとしても、さすがにさ、メガスピア悪事耐えてくれると思いたいんですけど、僕は。思いたいんだけど。どうなんだろうな。よしよしよし。これ、まあ、いいですよね。まあ、いいんで、まあ、あとは、ここは攻撃技仕掛けてくる可能性がない可能性にかけて、悪事ある。いや、耐えるでしょ。耐えるでしょ、さすがに。さすがに大丈夫でしょ。いくら、でも、いくら神耐久の、神耐久のね、誇りと、もう言われているメガスピア君でも、いや、悪事ぐらいだったら耐えるでしょ、さすがに。さあ、見せてもらおうじゃねえか。今作第7世代のメガ進化の中で、最も追い風が吹いていると言われているこのメガスピア様の、偉大なる、力を、クリス・ジェリコ。よし。いけ！とどめ張り！終わる！この攻撃は、この攻撃で相手を倒すことにより、攻撃が、ぐぐぐーんと3段階上昇する。そういった効果を持っている。さあ、後続にいるポケモンたち、クレッフィーだー？ステロで落ちないか？落ちないな。落ちないは落ちないが、はーん、またやってくるわけですか。そういうの、やってくるわけなんですか。これさ、一回バックっていうのはありですよね。テテフで。テテフで、あ、いいんじゃない？だって、身が、だってそんな、イカ様とか、イカ様があるとちょっとめんどくさい。イカ様あるとバックした時に突っ込んで来られちゃって辛いんだったらいいだろう。受けてやろうじゃねえか。受けてやろうじゃねえか。麻痺麻痺辛い。電磁波辛い。ハンドリルライナーが当たらないだとなんだとお前ドリルライナーって命中100じゃなかったっけ？あ、95! 95外すのマジか。95外すマジ。ちょっとそれは、ちょっと待って、やだやだ。ちょっと、でも抜いてる、でも抜いてる。さすがさすがそのやつは。140高速だてじゃねえな、マジで。マジかよ。145速伊達じゃねえな。電磁波入れられてもクレッフィー上から殴れる。まあ、クソカギの宿命だな。さあ、ラス1ルカリオ。これはね、もうルカリオの型次第ですよ、これは。ぶっちゃけ言うと。いや、もうこれは行くしかないんで。マジかよ。電磁波なかったらもう3盾確実だったんだが、結構際どいところですね。ほーん、何打ってくるんですかね。インファは、どうなの？インファリアでもな、正直ぶっちゃけメガルカリオ適応力対決だと思うんですけど、何打たれても吹っ飛びそうじゃないですか。いや、自信は確実に吹っ飛ぶのは吹っ飛ぶんですけど、それ以外の攻撃でもなんか全部吹っ飛びそうな気がするんですけど、正直。耐えないでしょ。先制技とか打ってくれない限りもう耐えないでしょ、ぶっちゃけ。さあ、メガルカリオ。何を打ってくるんだ。何をしてくる。か、麻痺狙いの、罪とかね。バレピー。あ、バレピーならワンチャン。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 来た！はい！対戦ありがとうございました！しゃあ。これが、新世代のメガ進化最強ポケモン。メガスピアの力だぜ。対戦ありがとうございました。クソカギ撲滅。対戦よろしくお願いいたしまーす。いや、シングルフリー本当にマッチング遅いですね、マジでね。これどうにかしてほしいですね。10分ぐらい待たされるタイミングとかあって、ちょっと戦々恐々としてるんですけど、私、まあ、そんなことはね、どうでもいいとしてやっていきますか。ボルトかな
はい、対戦よろしくお願いします。まあ、待たされた分ね、それなりにしっかりと面白いバトルやらせていただきたいなと思うので、ぜひぜひそこら辺よろしくお願いします。よし、オッケー。とりあえず、まあ、言うて、どのポケモンもそんなに、まあ、ミミッキュが初手で投げられるのが一番辛いかな。ランドロス、まあそんなんで、全然、ここトンボバック、ミミッキュかな。どうしてですかね。まあ、とりあえずステロ前とくだけ前といったらいいのかなってところかな。で、まあ、ミミッキュが飛んできたとしても、一回はしっかり受けられるんで、まあ、それで吠えて、ちょっと後続のポケモンしっかり見ていくみたいな。自信、あ、レベ1ココドラ知らないかもしれない、もしかしたら。か、単純に、レベ1ココドラの対策が、まあ、なんか入ってなさそうなパーティーではありますけどね。さあ、頑丈でしっかり持ちこたえて、持ち物、木の実ジュースで、HP 全回復していく。さあ、そして、ステルスロックをしっかり、巻いていく。オッケーですね。まあ、まず第一段階。さあ、そして、その後、ここもう一回何してくるかですけど、まあなんか、今の雰囲気見る感じ、ここ飛ばしてこないんだったら、もしかしたらこだわってる可能性は全然ありますよね。スカーフとかだとちょっとめんどくさいんですけど、さあ、頑丈して、でとりあえずガムって、できれば5つ目とかだと非常にありがたいんですけど、5つ目さあ、ようやく場が整った。マッチングどうのこうのもあったから、これ、前回メガスピア投げてから40分ぐらい後なんですけど。ようやく場が整ったみたいだな。やるしかねえぜ。さあ、メガスピア様の、お出ましだー！クリスチェリコ！よし、行くぜ。さあ、まずは、しっかりとどめ割りで、まあ、5つ目ダメージ入りますけど、そんなこと気にしてないです。はい。さあ、まずラウンド突破。で、これで攻撃が3段階上昇。困るのは誰が困るんだ？多分、テテフが、スカーフテテフ以外はもうこれ勝ちです。大きく出たね。いや、スカーフコケコがいるかも。いや、スカーフコケコとかないでしょ、そんな。いや、ない。いや、スカーフコケコなんかそんな、もうこのご時世にいるわけがないじゃないですか。何を言ってらっしゃるんですか、皆さん、そんなね。な、スカーフコケコなんかいるわけがないじゃないですか。もう、全くやめてくださいよ、そんなこと言うの。毒好きは 100% 当たるので、適応力ですからね。行ってみましょうか。せーの。よし、オッケー！おら！このメガスピア様の毒好き、止まるわけがないな。適応力、タイプ1。さあ、ラスト1体、どっちだ？リザか？それとも、ルカリオか？それとも、ルカリオ。申し分ないみたいですね。やっておしまい、メガスピア。さあ、ドリルライナー。さっきドリルライナー一回外したんだよなぁ。95%。怖いなぁ。怖いなぁ。大丈夫だと思うんだけどなぁ。当たってほしいなぁ。せーの。はい。よし、対戦ありがとうございました。いやぁ、強い。完璧ですね。ココドラメガスピアのやりたいことが150% できた試合でしたね。対戦ありがとうございました。これが真の力です。メガスピアーの。はい、対戦よろしくお願いいたします。いいですね。メガスピアーバーサス、メガクチート。なかなかいい対面なんじゃないかなって思いますが。そうですね。いや、レベ1ココドラ刺さりますよ。結構綺麗にいきますね。で、ただメガクチートがちょっと面倒か。チート初手で投げられちゃうと、いや、でも多分いけんじゃないかなと思うんですけどね。で、テテフかボルトか。どっちもちょっと辛いね。どっちかな。まあ、ボルトかな。いや、これ9コンなんじゃないの？もしかして。もしやするの9、ラス19コン。いや、ラス1球根、いや、あるよ。いや、これ、いや、ラス1球根、あー、でも、まあ、あー、ボルトにしとこう。いや、ラス1球根ありな、下4体見たらあるなと思って。
でも、ウルガモス残されちゃうともう 100% 負けみたいなところあるから、ちょっと難しいですけどね。対戦お願いします。いや、100% 負けじゃないな。レード持ってるから 30% 負けですね。いや、違う。70% 負けです。まあ、どっちでもいいや。よし。さあ、ウツロイド。ほう。ウツロイドで、多分あれでしょうね。ステル交換して、どっちが全抜きできるか対決でしょうね、これね。やるしかないね。レベ1コード。風船で浮いているいいっすよ、ステロで。全然いいっすよ。まずステロ交換会、はい。もう完全にあれですね。お互いやりたいことやってるだけですね、これね。いやー、バトル上が岩だらけだー。尖った岩だらけで痛そうだなー。痛そうだなー。よし。で、どうしよっかな。で、どうしよっかな、ここ。ここ、あえてまあ普通に攻撃技でしょ？で、回復するでしょ？吠えとく？吠えときます？あー、でもそっか、吠えちゃうと、いや、ウツロイドの風船割っといた方がいいのかな？パワー J。ですよね、多分。とりあえず、最低限ウツロイドを、あれ割っといたら、それはまあ、危険にならないかな？無理かな？落ちないかな？さすがに。いや、12だったら落ちるでしょって思うんですけど。えい。強い。風船割れて、12だったらトトメバリでも落ちない。無理か。いや、ここもガム連打しときゃいいのか。ガム連打しときゃいいのか。まあ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 。まあ、言うてここ、ね、バックしてもいいのかな。バックしたらでもダメか。さすがに。よし。まあ、いいや。起点はできた。こっちの方が先に起点を作らせていただいたんで。まあ、この辺は、あれですね。起点作り対決最弱ポケモン筆頭ですね。最弱な割に、ちゃんと自分がやりたいことしっかりやってくれるのが、このココトラ君のいいとこですから。さあ、もう相手も引けない。こっち倒すしかない。さあ、メガスピア様の、お出ましと行きましょうか。もう相手ここスカーフじゃないのバレてますからね。さあ、ビーストブーストで、特攻が上がる。大丈夫ですね。変な方じゃないことだけちょっと最後に祈ってたんですけど。全く問題はなさそうだ。いけ、スピア。相手のパーティー、壊滅させてやりなさい。これが、メガスピアの力だというところを、しっかり見せてやろうじゃねえか。ここバックしたら強いな。ここバックしたら強いな。ここバックしたら強いんですけどね。いやー、でも、言うてね、言うてじゃないですか。言うて、うおーい、やっぱ引かないんだよな。メガスピア、まだやっぱり、導入されて1日半ぐらいですからね。全く、メガスピアの動き方を、やっぱり、読まれていない。じゃあの！さあ、まず一体突破。まあ、もしここ引いたとしても結局ウツロイドも死んでるようなもんなんで、まあ、そういう意味ではね、かなり、いい圧力のかけ方だと思うんですが。さあ、誰が出てくるかな。スカーフ持ちは今のところいなさそうだし、タスキ持ちは全部吹っ飛んでくし、さあ、メガクチート、攻撃威嚇で1段階下げて、ねえ、それで倒したつもりになってるんじゃないですか。まだ2段階あるぜ、こっちの。こっちのパワーはあと2段階残している。さあ、この 95% ドリルライナーを、あの、メガクチートにぶち込んでやる。どっちが今回のメガ進化の中で強いかというところを見せてやろうじゃねえか。いメガツクチードのが強いです。間違いないです。はい。その通りです。はい。ご存知の通り。皆さんご存知の通り。はい。どう考えてもメガクチードの方が強いです。当たり前でしょ、そんな。どんな、誰がどう考えたってメガクチードの方が強いに決まってるじゃないですか。何を言ってるんですか。何なんかちょっと、あれこれメガクチートじゃない方が強いんじゃねみたいな、なんかそういう、ちょっと待って、どっちの方が早いかちょっとその前にやらせて、135と190ですか、全力でいいんですよね、いいんですよね、いけ全力無双激烈拳、うおー、落とせ、あちょ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 、うわちゃー、落ちろ、ディフィ、対戦ありがとうございました。はぁ、あ。やっぱ、クチートにはかなわないんだな。不意打ち、強えな。いや、でもね、まあまあ言うて、メガクチートってほんと超天下一品級のメガ進化なんで、
まあ、そこに勝てなかったとしても、ぶっちゃけ、この第7世代で一番強化されてるの間違いなくメガスピアだと思うので、すんごい使いやすくなったんですよ、前作に比べて。なので、まあ、第3シーズンで、まあ、PJL ランキング30、トップ30は入んないと思いますけどね。まあ、それなりにこう、なんかマイナーメガ進化の中では、さらにこう、進化したポケモンだと思うんで、まあ、それなりに個体は増えると思うのでね。まあ、多分こういう動き方が一般的主流になると思うので皆さんもお忘れなく。ということで次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。いやー、ポケモンサン&ムーンのガチ勢の構築とか見てるとすごい面白いですよね。特にダブルバトルとか、最近話題のピカホエッパーとか、あとドド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 ドがどういう風にどう並んでるとかよくわかりません。また明日、あったかくして寝ろよ。